ま岸田総理ですか。今映像に映ってましたけれども任期中最後となる外国訪問を終えてまもなく帰国する予定なんですね、はい、では外遊中の主な動きですバイデン大統領の地元デラウェア州の指定に招かれての日米首脳会談続いてバイデン大統領が卒業した高校での日米合員4カ国のクワッドの首脳会合その後ニューヨークに移動し国連本部での演説 ウクライナのゼレンスキー大統領との会談などを行いました。これ、あの、すでに退任が決まっているね。お二人とも、岸田総理とハイデ大統領ということなんですが、うん、この二人の首脳会談というのは、これ、あの吉崎さんは、これ、どのようにご覧になってるんですか。いや、あの、まあ、おそらく二人とも万感の思いがあったんじゃないかと思うんですね。はいえー、で、まあ、ちょっとタイミング的に見ると、能登の水害なんかもあって、なんでこんな時に行くんだっていう声もあったんですけれども、はいはい、やっぱり、あの。 首脳会談っっててサミットって言うじゃないですかあれは要するに山が動くと大勢の人が動いて、はい、まあその山の頂上のトップの2人のまあ息が合ってるとはい、はい、これはやっぱり国と国との関係ってうまくいくんでバイデンさんとあの岸田さんというのはこの3年間すごくいい関係を結んだと思うんですけどあまあそれもまあ優勝の美みたいな形でねはい、はい、えこの機会が。 まあ二国間の一つの歴史になってくれたらいいかなっていうふうに思いますね。はいまあ、それね引き続きそういった日米関係の良好に進みましょちょっと言うと、ええ、この次の人がうまくいかなかったときに。 まあ、例えば、ね、ハリス大統領の時にですよ、ええ、岸田さん、ちょっとバイデンさんにこれ言ってきてくださいよって言えるんですよねああだからあの本当に大事な機会だったんじゃないかなとそういう意味においては、ね、意味が非常にあったんだという,ふう思いますけどただこれあの山田さんこれ退任間際で総理の外国訪問というのは異例だというで。うんうん まあ思い出作りになっ,て言ったら怒られちゃいますけどねだ異例だったとこれはこうどうしてこういう形になったんですか菅さんも、ねええ、この直前にまあ言ってますしそれ自体は必ずしも珍しいことではないんですけれど、ええ、私が関心がありましたのは首相周辺がです、ね、実はもう6月の初め頃 つまり国会が終わる頃から訪米に関してはかなりこうもう行くんだということが前提のような話を聞いていたんですね。ねただだしその時ははまだ岸田さんは 総裁選挙に出るだろうという流れが強かったので見方が強かったのでこれはまあ総裁選挙に弾みをつけるような意味かなということだったんですがどうもそうではなくていわばもっと言うとやめることもあっても行くんだということで動いてたみたいですねでその理由というのはまあ今吉崎もお触れになった部分があるんですけれどもやはり。 これ辞めた後も自分は影響力を残すんだということの足がかりにもしたいということなんですね。ですからそういう意味ではえ岸田さんはまあバイジャンさんとの関係を3年間で築いたと同時にまあその仕上げであることとともに実は その後の政局への影響というのも岸田さんという人は方は岸田さんは頭に描いていたとで岸田さんは実はそういうことに関しては非常にですねあの戦略を練るタイプの政治家でもあるという面も今回伺えるかなと思いました読みするとそういう部分もあるのかなということなんですが日米の首脳が個人的関係を築き日米関係が良好だったことは過去にもありました。その象徴的な例がこちら お互いをロン・ヤスと呼び合い来日した際には日の出山荘に招いた中曽根さんとレーガンさん最初の首脳会談でのキャッチボールから始まり任期最後の訪米の際にはエルヴィス・プレスリーの邸宅に招待された小泉さんとブッシュさんそして一緒に何度もゴルフをし猛獣使いと言われたりもした安倍さんとトランプさんと。 まあ日米関係うまくいくときとなかなかそうではないときこれ、吉崎さん何か関係があるんでしょうか、うん、これ、端的に言うとこれ3人とも全部共和党の大統領なんですよね、うん。ええ じゃあ日本あのアメリカが民主党の大統領の時日本どうだったかっていうと、ええまあ、例えばひどかったのは90年代ビル・クリントンが大統領だった時って、ええ、7人入れ替わったんですよね、ええ、日本の首相が。でそうもうアメリカから見るともうそ,そんなのと相手にしてどうするんだ 1>, ええ、1年で変わっちゃうわけですからそういうことになっちゃうしあのオバマさんの時も後半の4年間は安倍さんが1人でやってるわけですけど前半の4年間ってあの麻生ささんんんからのあの安倍さんまでで人なんですねだからもうなんかこの民主党の,大の,あのホワイトハウスから見るとどうも日本はなんか変なジンクスがあって、えええー、気をつけなきゃいけないなと思ってたら最初の菅さんがいきなり 1> 1年ででわっっちゃったわけですよねそうすると岸田さんと会うのもちょっと控えるわけですよ<ー>向こうは。はいはい、でところが、まあ、あのその間に、えー、ウクライナ戦争は始まって、はいはい、そうするともう G7 で、えー、経済制裁しなきゃいけないとか。 でそのうち日本側がもうだからあの以前であれば日本って国はアメリカがやいのやいの言って、まあ、それを半分ぐらいにねぎってやっと動いてくれるっていう国だったけれども珍しいことに、えー、民主党の大統領の時にちゃんとはあのうまくアメリカがやってほしいようなことをやってくれる首相が出た。 ああっていうのがこの三年間ああ。そういう意味ではね。えー、まあですからあのこれジミー・カーターと大平正芳以来。 ですね、このレーガンのさらに左側のところ、はいはい、それ以来じゃないかと思いますね。うん、なんでしょうね、ね回転ドア政権なんて、日本行って一年後とにどん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 変わるから。アメリカは一体今の、うん、日本の首相、誰だなんて冗談出るぐらいだったんです。でそういう意味で、やっぱりあの民主党の鳩山さんの罪は重いと。思いますね。山田さんはどんなふうにご覧になりますか、えー。あの、さっきもおっしゃったように、その民主党と日本のね、アメリカの民主党と大統領、日本の首相とのその。 なななかなか合わない面があっっったたんだだけどやっぱり象徴的だったのは私オバマさんとと安倍ささんんんだと思うんですね、ええ、オバマさんが就任してあと安倍さんがオバマ大統領とこう会おうということがなかなかセットできなかったんですね。うん、で結局2月になったんですが就任してからつまり大統領が就任してから2かああ、はい、1か月後でこの時の当時のです、ね、外交に携わっている、まあ、外務省の幹部が言ってましたけれどもなかなかセットできない理由は。 やはりオバマさんは安倍さんの、まあ、いわゆる歴史修正主義に対するその警戒感があるんだと。 でまあ、実際歴史修正者ではないというふうには説明するんだけれども、うん、それがなかなか伝わらなかったとっいう面があってですから民主党と日本の大統領首相との,その馬がなかなか合わないということに関して言うと特に安倍さんに関してはそうした背景もあってあ、はい、しかしトランプさんに代わってからはそれがまたこう一転をしていわば大間さんとの関係が気づけなうまく築けなかった分だけ安倍さんはやはりこの個人的関係も大事だということにこう力を 注いだという面があるのでオバマさんとは違って安倍さんトランプ関係はそういう意味では深まったんですけれどもっと言うとしかしそれ以上に、まあ、おそらくこのバイデンさんとの関係は自分はうまくやったという岸、うんまあ、田さんは疑惑があるのではないかということを言えます。 それでは次に行われる日米首脳会談はどんな組み合わせになるのでしょうかそしてうまくいくのでしょうか頭の体操としましてちちょっとこちらご準備しましまた <laughs> 仮に石破,さん石破さんが総裁になってトランプさんが大統領に返り咲いた場合というのは <laughs> 吉崎さん、この組み合わせはいかがでしょう。いやうまというのはトランプさんという方は基本的に出たとこ勝負の。 方ですよねもう何も決めずにってパッと行ってはい、はい、その場のノリで話し始めちゃって、はい、でも石破さんって割と緻密になんか組み立てちゃう人ですよね、はい、んなんかこのいかにもすれ違いそうな感じがするんですけれども<え>、うん、印象としては、うん、山田さんはいかがですかね 石破さんん基本的には論理の人なんですよね <laughs> だから日本ではそれがあの肌が合わないっていう人がいるんですけど多分トランプさんは安倍さんとこの馬があったっていうのは、まあ、そうしたところよりもやっぱりこう感情的な,なんていうかなこの触れ合いのところを重視するタイプだったからとすれば、ね、石破さんはその真逆ですから <laughs> この組み合わせがなかなかあのうまくいかないかあるいはもう極めてビジネスライクになる可能性はありますけれどもただ その石破さん自身はですねやはりこの日米同盟ということがやはり大事だということはこれはまあはっきり分かっているので数字論で通したらまあトラ,トランプさんもそう反論できないというかね言えないことになるということだと思いますけど。 さあトランプさんになった場合、まあ、一番はっきり言って、えー、この不確定要素が多いということはもう全くその通りだと <laughs> 逆にどんな方だったら、まあ、トランプさん相手にこう,うまくやり取りできるという,ふうに、ね、山田さんはどういいや,いや,やっぱりあの安倍さんは本当そういう意味では、まあ、あのケミストリーが合うというか非常にうまかった。 幸いなことにでも安倍さんの時にこのトランプ外交を支えた人たちってまだ日本政府は残ってて。えー 多分外務省とかでは、まあ、その時のノウハウを共有してシフ,、ね、シフトもすでに準備してると思うんですよね。うん、おっしゃる通りで、ねまあ、特に今でこそ,そのバイデンさんが、まあ、退陣することが分かったのでちょっと状況は変わりましたけど、うん、6月ごろ、ね、明らかに、まあ、日本の空気はトランプさんになると、うん、実際、本当にそうだったかどうかっていうのは実は別です。だけど、えー トランプさんになるだなという前提でしたのでもう6月頃からでしたが外務省はトランプチームを作りましてそれで、まあ、安倍さん時代にトランプさんと人脈のあった外交官も引き戻して、はいはい、そして動かそうとしていたという面はありますのである意味では、まあ、トランプ対策は始めていることはは今もそれは動いてはいますねでは続いてままいりしょうこんな組み合わせも考えてみました。 小泉さんそしてハリスさんになったらということなんですが吉、うんうんうん、崎さんこの組み合わせはどうでしょう？これもね確率的に結構高そうに見えるんですが、はい、どこへ行くんでしょうねこの2人はね <laughs> もうなんかちょっと心配になってきてそれこそあの岸田さんちょっとあの助けてあのピンチヒッターをお願いしなきゃいけないかなっていう気もするんですがただこの間ある女性に言われたんですけど新次郎は弟キャラだと。 あーーな,なんとなくこの女性の目から見て何、はい、とかしてあげなきゃって思っちゃうんで、えー、言われてみるとカマラ・ハリスさんっていうのはお姉さん、うん、下に妹がいるんで、うんえー、まあそういう意味で。 あの会うかもしれない,なうかもれない個人的関係が外交にどれだけ影響するかっていう面はあってあまりその個人的ってことばかり強調してはいけないという方もいるけれどもいつも実は補完的にはとても大事な要素でもあるので、うん、その点で言うと。 そのまあ、A、外国にいた CIS にいた経験のある小泉さんですから、まあ、外交的なところはまあそれは当然通訳を入れるわけだと思いますけれどもいわゆる日常的なやり取りはおそらく小泉さんは不自由しないはずですからそうしたところでの触れ合いというのはあの演,演出というかねあの行える人ではあると思うんですね。ですからあの まあその外交的なところというのはある意味ではもう事前に準備したことによって進みますから、うん、そのいわゆるお互いの会話の中でびっくりすることが飛び出さなければ <laughs> まあ、まあ、割とうまくいくんじゃないかとは思っています。仮にですね こ、こういう組み合わせだとしたら、なかなかまあ、あの、まだ経験がこれ、ね、あの、小泉さん、まあ、これからっていうところもよく指摘されますが。うんうん、吉崎さん、どうですかね。そうですね。まあ、これは逆に年齢差が相当ありますんで。えーえー、そうすると、まあ、トランプさんの方が、むしろちょっとこ、ね、このやりにくい感があるかもしれないですね。うんえー、逆に、こう、ちょっと読みづらいような部分もあり、えー。まあ、でも、あの、この方がね、あの、さっきの、あの、石破さんよりは。 ななんとく新次郎さんの方が、うん、あのうまく合わせるのができるような感じもしますね。 私はもう1つあるのはただただと言いますかねつまり安倍さんとの関係はもう弟分かまあ親子とは言えなかったけどこの関係になりますと親子から孫ぐらいの関係になってくるわけです。それでそのトランプさんの場合日米関係で1つ考えられるのは例えば台湾なんかの有事なんかの時のことについてあそこは危ないんだだから武器を買えというようなそうした形でね日本に対して防衛力の増強を言ってくる可能性があるわけです。でその時に それはできるかできないかできないと言えるかどうかといういやそうですと言ってしまうかということで言うとこの力関係というかまあ年齢差というのをこう傘に来て小泉さんがこう押し込まれてしまうっていうような展開になるとですね これは私は国益に関わってくる。だから、そこをうまくかわする能力が、あの、終わりかどうか、これは、また、まあね、あの、一つ。そうですね、これが、ちょっと。パターンとして、どちらも、まあ、女性初のということになってきますが、吉崎さん。このペンはいかがですか,どうですか、ね。いや、これもね、本当に読めないですよね。 で多分やっぱこうなった時にやっぱ高市さんは是非安倍さんの、ね、潜みに並ぶというか、うん、あの多分考え方とかが、ね、あんまり重ならない2人ですよねと<ー>リベラルでただあの安倍さんってやっぱりかみ合わないなり時はかみ合わないなりにオバマさんともうまくやってたわけなんでそこができるかどうか。うん ですね、あの私はあ,のある意味で良いかみ合いか悪いかかみ合いかどうかは別として、うん、さっきも申し上げたの台湾有事のことを申しはい、はい、申し上げると、うん、ハリスさん民主党の場合はです、ね、そのトランプさんは、まあ、そっちでうまくやれと武器は売ってやるからという感じなんだけど、うん、こっちはです、ね、介入をつまりアメリカも積極的に対中政策で介入するぞという姿勢を見せてきますので。うんうん そうするとじゃあ日本もそれをね協力しましょうなんていうことになるとそれはあの高市さんの場合はそういう意味ではあのむしろかみ合ってくるとでかみ合ってくることがいいかどうかって私は実はそれを心配してるんですけどもそうした状況でその確かにその例えばお互いの,その触れ合いの部分では、まあ、女性のトップ同士っていうところで話題にもなるでしょうけども実質面ではですねかなり私は。 え緊張が高まる方に動きはしないだろうか<ー>ということを私自身は、えー、ある種、懸念だし、うん、また逆にそれを期待する人もいるかもしれませんが私のの立場は前者の方ですね、うんまあ、自民党総裁選の、ね、総会票日まであと3日ということでもずいぶん注目されてますけども、はい、こちら共同通信社が15日、16日に行った自民党支持層を対象にした電話調査です。 高市さんが二十七点七パーセントでトップ。石破さん、小泉さんと続きます。そして、総裁選の投票資格がある人に限ると。小泉さん、高市さん、石破さんの順となっています。さて、これ、あの、まあ、これ、社によってはですね、ちょっと順番なんかも違うんですが。これ、山田さん、高市さんがですね。まあ、急速にかどうかですけども。三すくみの中で言うと。 後方にいた高木さんがぐっと上がってきたという感じで、はい、小泉さんの方はまはあ、これ何ていうんですかね少しスローダウンというか失速気味とかですねいろんな表現に言われてますけどこれどうなんですかねこれ、あのー、もともと高木さんにはですねその安倍さんの後継のような支持層がいたので、はいはい、一定の支持層はあったんですけれども。はいはいえー 問題はその今順番で言うと高井さんの方が上がったことからおっしゃってそれはあの説明としてはそうなんですが実際はですね私はやっぱり小泉さんに対する期待値が下が下ったとそれはまあそ,のまあその候補者同士の討論も含めてテレビなどの視点も含めていわゆるそのまあ 表現と言いますかね論破力が弱,弱いんじゃないかというところでそうすると選挙に勝てそうな顔で小泉さんに期待していた人がですねそこから高市さんにこう乗り換えてきた人たちがいてそうすると今までの岩盤の支持層に加えてそうしたその小泉さんに選挙で期待していた人が高市さんの方に移ったともちろん石破さんの方にも移るんだけどよりそうした人が多かったという状況の中で高市さんが浮上して小泉さんが まあ今ちょっと苦戦しているという状況に見た方が私はあの現状かなとは思ってます、ね、これはと空気感というかこれ吉崎さんどう見てますか。この今の今の流れです。今の流れ、ね、まだわかりませんけどね。いやいやもうそうするとね私金曜日今から一体どんなドラマがあるんだろうってい、はい、まあ特にあの最終決戦の前に一体どういう時間が流れるのか。はい、はい、だって、えー、もう。 9人も候補者がいて、ま、たさらに元首相もいて皆さんが「私はこういうふうに入れるからね」っていうのを最終2人の候補者に教えななきゃいけないけんですよね黙ってあの入れたら感謝してもらえないわけだからそれ一体どういう。 やり方でやるのか、<と>そしてまたその時の株価はどう動くのかああって考えてみるとね、はいはい、これ金曜日は大変なドラマですよね。まあすごいですね。えー、山本さんどうなんですかね。私もあのこう投開票っていうのは何度か取材に行ったことありますけど、狭いところでやるんですけど、なかなか記者も入るのが難しいところですけども、<laughs> 次なる決選投票になった時にどうなってる。まあ極端にあの石山さんの例もありますから、あのよよあ,あ上に行ったから最初の手。 いうわけにもいかないっていうか、本当どんなことになるのかなんいう。そうですね。あのそれでいうとやっぱり第一回戦で議員票ではなくて党員票の動きがどれだけ動くかというところもまず一つは見る必要があって、うん、で一着になった人が例えば二着を二十から三十 票 1> 1ぐらい引き離した形で党員票を取っていればそのままやはり議員票はですね、まあ、派閥の縛りもあるようでない、ええ、ないようであるみたいなところなんですけどもはい、はい、動く不動票という不動票というのはあの動く方の不動浮く方の不動票ですけど不動票がやっぱりそっちに流れる可能性があるんですがそうした場合はまあ あの流れはそっちへ動くとですから1回戦と2回戦はまあそのままね順番通りいくかもしれないんですけれども問題はといいますかありうるのはやっぱり競った場合どっちもどっちというような数字つまりもっというと10票ぐらいの差でしか議員票党員票の差が出なかった場合は これはやはりカチウマに乗るというよりはー、はい、カチウマを作ろうとする人が出てくるわけです、ね。で、私自身はねキングメーカーっていう言葉はなんかいかにも誰かがね後ろで糸を引いて、えー、その権力闘争に見えるという意味では私はこの言葉は正確じゃないと思うんですが、えー、まさにカチウマになりたいっていうところで影響力を発揮しようとする点です。で、それでいくと私はまあ今度あ今日今晩 遅くに帰ってくる、る岸田さんがね、うん、岸田派がやはり動かせる票がやはり多いだろうと,ということになってますね、い、えー、われてますよね。です,ねですから、まあ、どういう判断をするのか、うん、もちろん皆さんがそれに従うわけではないけれども、えー、仮にですね高市さんと石破さんというこの構図で1着、2着になった場合は、えー、岸田派から高市さんに行く票というのは、そう多くはないあ、はいははい。 今日もです、ね、ある高市派の人たちが、はい、高市派というか高市推しの人,たち人がですね、えー、岸田派の、まあ、幹部に。 この電話をしてるんですね。その、ぜいある選挙運動ですよ。しかし、それにはね、やはり、私が聞く限りは否定的でしたね。あの盗み聞きしたというよりは、声が聞こえるほど、隣 <laughs> の部屋で聞こえるぐらい大きな声でやってらっしゃったので。私はそれ聞こえてきたことを聞いてましたらね。まあ、当然確認したら、そうだというところはあります。しかし、一方で、高市さんの方に、やっぱり、いわゆる小泉さんをした人たちの中は。 ここは高井さんに行く票もおそらくあるだろうと、うん、というのは石破さんに対するアレルギーですね<ー>それから麻生派も石破さんに対するアレルギーがあるというところこの石破さんに対するアレルギーというあたりが多少ね、なんかキーポイントがあるのかな、まあ、という、うん、ですからやっぱり石破さんとしては 議員票ではなくて党員票で1回で大きな差をつけたいということが今、非常に一つの、うんまあ、当今、山田さんからもお話がありましたが、うん、岸田総理は訪問先のニューヨークで自民党総裁選の投票にあたって重視する点について、うん、私の内閣で進めてきた政策を引き継ぎ発展させていくことができる方は誰なのかをしっかり見ていきたいと述べました。うんうん まあ、岸田さんが誰を支持するのかそして、まあ、キングメーカーとされる麻生さん、それから菅さんの動きも気になりますがす、ねうん、吉崎さんはどんなふうに,ご覧になりますかいやあの岸田さんが、ね、誰に入れるんだろうというのも私、やっぱりいつもこれあの自民党総裁選のたびに思うのは間接民主主義って意外といいかなと。えー あの直接民主主義っていうと、まあ、アメリカ大統領選挙が典型ですけどあの、まあ、トランプ現象を止められなかったりするわけなんですよね。 でこの自民党総裁選ってその,その辺の,あのちょうど湯加減がよくできていて <laughs> まあ割と今まであの当たたりの人を選んんでできた歴史があると思うんですよ今回あの初めての派閥なき自民党総裁選なんで <laughs> ひょっとしたらちょっと今までと違う結果が出るかもしれないんだけども何ていうんですかね金曜日に結果を見てあやっぱり自民党の知恵がまだ生きてたなと思えたらいいかな<笑><笑> すねうん、山田さんも本当に今回はこの派閥なきっていうところがまず一つポイントにあるのかなと思うんですが、うん、そうは言ってもという部分もあるような感じがしていますす、ね、特にあの高市さんと石破さん石破さんと高市さんという戦いになると結果的には派閥の影が非常にまたくっきりと浮かぶような展開になるかもしれません。うんうん、と言いますのは まあやはり高橋さんに関してはその菅さんの影響力は、ねまあ、ほとんどないと言ってもいいそうすると麻生さんがこれでこう浮上してきてで浮上してくるとまあ我々がよく使うまあキングメーカー同士の戦いという意味でいくと麻生さんと菅さんの戦いなんですがそこに。 この岸田さんがどう入ってくるかみたいなところになると、えー、まさにこれ派閥同士のこのね軍服割拠みたいになるんですがこれが小泉さんと石破さんでしたら 2>,、うん、2人とも、まあ、やはり菅さんの影響力のある人ですからあ,ある意味でもこの麻生さんはもうこれはかなりこう。 苦しい戦いい戦になっていた変な言い方ですが小泉さん,、まあ、泉さんが少しこう今勢いがなくなっている分だけ麻生さんがここでまた影響力を発揮できるチャンスが出てきたみたいな話になっていてそして最後決めるのは誰かっていうとやっぱり岸田さんありうるなというですから明日岸田さんは何人かの自民党の議員なり派閥の人と会ったり連絡したりするはずですが。うん その動きをぜひご関心があれば、えー、ネットなどで、えー、どういう同性かっていうのをご覧になっていただくと <laughs> 次の動きが予想できるかもしれない一日が大事ですね大変大事な一日ですよねすこれずっと動向をずっと中心してなきゃいけない電話をかけたり観点<も>に行くことを予約している人もいます喫茶、えー、に行くかどうか別としても、えー、ですからそこも含めて でね、で山さん、しかし適用的な見方というかです、ね、どってもあの、もし石破さんということを想定したらです、ねうん、石破さんと麻生さんの関係というのは決してよくないとずっと言われてますよね,、ええ、すねただ、最後の場面でここだという判断を麻生さんが求められたときには、うん、というようなことというのはの。一時ですね、石破さんの側から麻生さんにもっと近づいた方がいいということを、うん、あの進言した人もいるんですけれども。えー 何せ、やっぱり麻生さんの方からね、こう見て、やっぱり石破さんというのは、なかなかやっぱり自分にかつて弓を引いた人であるという見方があるので、結果的にその動きは、あの、現時点ではあの不発になってますね。不発とい,いうことですから、ね。うん、まあ不発って言方はあれですが、まあ、払拭できない,いアメリカ大統領選、まずは二十一日時点の全米の支持率です。政治情報サイトリアルクリアポリティクスによりますと。 ハリス氏が四十九点三パーセント、トランプ氏が四十七点一パーセントと、ハリス氏がトランプ氏を二点二ポイント上回っています。この差はバイデン氏が撤退し民主党の候補がハリス氏になってから一番大きくなっています。そして勝敗を左右するといわれる激戦七州の支持率です。七州のうちトランプ氏がリードしているのはアリゾナ、ジョージア、ノースカロライナの三州。 ハリス氏がリードしているのは、ペンシルベニア、ミシガン、ウィスコンシン、ネバダの4州となっています。ただ、その数字どの州も拮抗している状況です。まあこのラストベルト、サンベルトってね、散々こういつもご紹介していて、はい、青くなったら赤いとかなってるんですが、 吉崎さんこれ今の段階でですね、はい、接戦州が、うん、まあ接戦州実は変わるんだって、うん、この間も専門の方おっしゃってましたけどこれはあのど,どう見たらいいんですかね支持率は2ポイントってね、うん、いや5ポイントならっていう人もいるんですけども、うん、あの確かに今の2ポイントって結構お開いたなって感じがあるんですけど、うんえー、投票日まで6週間でこんな小さな差なんて私も2000年ぐらいからずいぶん見てますけど。えー こんななに差のないあの大統領選挙はあ、はあ、ちょっと珍しいですね、えええー、それからまあ7つの州の本当、まあ、日替わりメニューになっててだから最後はねやっぱりこれ一番大きなペンシルベニア州19人なんですから最後にこのペンシルベニア取った方が勝ちみたいなやっぱ当日になってみないと分かんないようなそういう戦いじゃないかなって。 って思いますね。だから、それまで、まだ、その、本当に一か月半ぐらいあるわけですよね。はい。まあ、それいろんな出来事であるとか、まあ、失言、方言とかですね。まあ、いろんなものが加味されてい、それ、国際情勢であるとか、はいはい、どう見ますか。そのあたり、ずいぶん変わってきちゃう、えー。そうですね。まあ、あの、今年の場合は、あの、前回、あの、2 0二十年から郵便投票っていうのを入れました。で、はいはい、割と、あの、期日前が多くなります。はいはい、まあ、そういう意味で、あの、オクトーバーサプライズを仕掛ける動機は。 弱くなるわけなんですけれどもただ実際に今からの日程で考えていきますと例えば10月7日になるとあの中東の,あのハマスによるテロ事件の1周年というのが来るわけですよね。じゃあ,まあそのタイミングを,しを狙って何か仕掛けてくる勢力があるかもしれないまあそうやってまた中東情勢が荒れるとこれはまあまああの民主党側 にちょっと不利になってくるとか、えー、まああるいは内政面でいうとやっぱり、えー、そうですね。例えば。 7月13日のトランプ狙撃事件あの時の警備に実はこんな問題があったみたいな話がこれもまたかなり投票日が近づいたタイミングで飛び出すとかそういうことっていいろろ考えられますよねうこの差ではほとんどないに等しいというかも山田さん、先ほどトランプシフトの話も出ましたよねトランプ優勢の時に。 やっぱりあのこれ日本政府としても当然両に並みでいくしかないのは当然なんですけどもまあ自分とこの総裁選も置いといてですね全体としては国益としてこれどうなんでですかね現状ではねまああのとにかく両方あり得るっていうことでしかもう対応できないんですけれどもねただまあこれトランプさんがあのもしなった場合の方が日本としてはいろんなことを想定しなくちゃいけなくなりますから。 そうすると早,い早めにですねこの日米首脳会談を開く方向でこうあ,のある程度道筋をつけておかないと困るという点では,ですねそれはまあ11月の5日が終わった時点で,ですねこれを動くということに関してはその政府の対応を日米関係の対応を急ぐ必要性が出てくるというところにはつながるしハリスさんでしたらまあ,ある種の 延長線上ですからそんなに慌ててですねそちらを優先しておく必要はないのでそういう意味で私年末にかけての政治日程には日程に関しては非常に大きな影響を与えるだろうとは思ってます。予想に関しては私も2000年の大統領選挙の時にあのゴアブッシュの時ブッシュゴアの時にまあどちらも新人同士ででやっぱりその接戦は接戦だったんです最後のところでまあフロリダの最終形もあった。ただ今 見ている数字ではこれはもうどちらもあのこの時点の経験からしてもわからないのとそれからヒラリーさんとそれからトランプさんの時も。 まあ、ナショナルなんていうかそのコンテストというかではむしろひらりさんのが勝っていたけれどもやっぱり激戦国で変わってるというのがありますで2.2というのはこれもう誤差の範囲ですから、はいはい、それでいうとこれ、まあ、あとまだ42日,ってと42日間というのはまだかなりあるというふうにも見えますのでねですからこれどちらが勝っても逆に言うと。 もう今やどちらが勝ってもサプライじゃないような状況ではないんますよね。吉田先生、それとやっぱりアメリカ大統領選挙もそうなんですけどもやっぱりアメリカというのは分断してますよね。でで議会の問題とかさんざん言われてる日本としてはどちらにしたってその問題というのを抱えながら進まなきゃいけないってことでこの議会の動向というのもある程度見ておかなきゃいけなくてつまりトリプルレッドとかトリプルブルーつまりホワイトハウスと上院下院全部共和党が取るとか。 全部民主党が取るっていう時はまあ結構大きく動くんですけれどもどうもそうはならないんじゃないかま,あまた分割政府が続くんじゃないのかなっていうふうにまあ私個人的には見てるんですねあの議会の情勢っていうことで言いますと上院はやや共和党が有利。あ今あの民主党 リードなんですけれども、えー、改選議席が23対11で、まあ、民主党の方が多いもんですからこれは共和党がちょっと有利かなっていう感じがあります、えー、で下院の方はまた逆でですね、えー、トスアップの議席が24ぐらいあるんですけれども、はいはい、で実はよくよく見るとその24議席の、えー、うちあの共和党がやっぱ13議席あるんですが、えーえー、5人。 カリフォルニア州の議席の方がいて。これは絶対カリフォルニアは投票率上がるから。ええ、あの、まあ、ハリスさんの地元なんで。<laughs> そうすると、やっぱ、ちょっと、これ民主党の方に。下院は部があるぞ。ははそういうふうに考えると、まあ、上下両院ともに多数が逆転して。また、分割政府。かなと。まうん、えー、まあ、逆に、その方が、まあ、あんまり極端に動かないんで。えええー、まあ、日本から見てると、その。 の方がむしろ安心かなっていう感じがありますね。 山さんあの昨日ですね立憲民主党の代表選があって野田さんがなったわけですけどもこれ野田さんがですねその代表になったことによってこれ自民党総裁選に何かか影響といううのはありますかねそうですねそで野田さんはやはりこの論戦に強い相手になりますから、はいはい、それに耐えられる人かどうかというところはやはり選挙戦に影響すると思うんですが、はい、その場合、小泉さんではやはり戦えるかということが出てくる可能性もある。し、はい、しかし一方で やっぱりその老練な人が出てくるなら若さで勝負するんだということでまた小泉さんに期待を持つ人もいるかもしれないので私は支持層の受け止めというのはおそらく両方に割れると思うんです。ねでむしろその小泉さん 野田さんと石破さんとの組み合わせをどう見るかそうするとどちらかということになるとそれは私はまあ野田さんの方からすると小あの石破さんが一番手強いと言ってますからそれを見て石破さんの方に流れる人もいるかもしれない問題は高石さんとの組み合わせをどう見るかなんですけれどもこれは両方の要素があるんですよね、まあ、ある意味で新鮮な面があるけれども小泉さんよりも論戦は強いだろうと。ですかからそれもわれるかもしれももるしないただ えー、立憲の方が言うのは、小泉さんが出てきた方が戦いやすい。うん、ーーこれは昔は逆だったんです。つい最近まで逆だった。うん、小泉さんが怖い。はい、小泉旋風ができたら、うちはぶっ飛ぶって言ってたのが、はい、今や小泉さんが来てほしいというふうに。立憲の人は、はい、昨日は言っているという。いててこの三週間で、とらっと変わっるよ。<laughs> <え>これ、吉高、そういう面で言うとですね。これ、は対アメリカに対してもね、はい、日本の新しい総理っていうか。うん なるわけですけどもこれはやっぱりそういう面で論戦にきちっと自分の主張を日本の国益とか含めてやれるようなそういう面で弁が立つとですよねこの結構長い期間9人でやっていて見てると結構面白いところはありましたですよね。 でそういうところがね、あのまあもうちょっと結果に反映されるといいですれアメリカから,見たらですね、ええ、今我々言っても三人がどうとかですね言ってますけども、ええええ、どうどういうこう見てるんですかね。いやまあアメリカはあんまり日本が誰が雇用が どうでもいいやっていうふうに思ってると思いますけどね。まあね、われにとっては、きちっとやっぱり発信できる人じゃないと思うんですが、山本さん、これからだから3日ということなんですけども、相当いろんな工作というか、でしょうね事実上、もう、郵便による党員投票は終わりましたから、あとは議員との兼ね合い、それぞれの県連でまたどういう票を召してるかとも兼ね合いしてるという皆さん急に の候者の方はね、いろいろンだと思いますけどもドラマあるんですよドラマですねもう本当に本当にお二人ともありがとうございましたあり,まありがとうございました